どうも皆さんこんにちは。ポケモンカフェミックスオーダー196ですね。ちょっと難しいかなと。で、アママイコでやっていたんですが、うまくいかないのでニャースでやってみますね。今度はアママイコは上消しですね。で、ニャースは左消し。チーズ消すときは上消しがいいかなと思ったんですけれども、まあちょっとうまくいかないのでニャースでやるとどんな感じになるか。とりあえずマヨネーズ、あースキルが上すぎる。よし、今1234567891、あーもう全部見えていますが、あと2箇所まだマヨネーズがかかっているという状況ですね。あと1個、よし。あ、どうなんだろう、このチーズがあることによって左側に持っていきやすいまでありますかね。今までチーズ消してたんですよね。ですが、あー、待って、あ、チーズ消さない方がいいかも。チーズ消した方が広く使えるんでいいかなと思ったんですけど、今の感じだとこのチーズのおかげでトマトを下から通しやすいかなってまでありますね。左、あと2、これで1個入って、およし、行きました。あー、なるほどね、チーズは消さない方がいいのかもしれません。オーダー197、2回目です。そんなに難しくないと思うんですけれども、シェイカーとミルクの合体にちょっと手こずりました。とりあえずスキルを貯めていきましての、で、もう一段階スキルを貯めましての、で、これで、まあ、全部は無理なんですけど、ある程度は消せて、1個だけですね、残ったの。あとは角砂糖を、隣接させながら消していきまして、どうしようかな、スキルは今無理に使わなくてもいいかも。よし、これで合体の準備はできましたね。こんな感じでどうですか、ね、なんか勝手に合体していきそうな感じがしますけどね、これね。合体。合体しそう、合体。右から押し込みますか。もうちょいですね。ここまとめて消して、シェイカーとミルクを近づけて、はい、あ、オッケー、今度行けました、すんなり。
オーダー198ムックルで、切れ花がまだ来店しないんですけど大丈夫でしょうか。野菜35のメガホン4、メガホンはムックルでいいですね。で、あとは蜂蜜が4か。どうしようかな。とりあえずマヨネーズの中身、蜂蜜はどこだ。ここかな。お、蜂蜜まず1個発見。今のうちに壊して、ああ増えちゃった。増えちゃうと後々厄介なので、しっかり消しておきましょうか。消えてない。この蜂蜜は中身は、あ、当たってないし、あと9手。じゃあ蜂蜜はあと2、もう左側の方のみですね。あったあった、あともう一個隠れてるかな。まあ忘れないうちに、マヨネーズ解除して、野菜も消して、メガホンは終わりですね。先にここ消しての、これか。ムックル、オッケー、2手残しでクリアできました。オーダー199、きれい花スタッフになっていません。来店もしていません。ピカチュウスイーツ、オーダー200までに来なかったらどうなっちゃうんでしょうね。マスターカフェモードに来てくれればいいんですけどね。ピカチュウスイーツで左上、スキル上行っちゃったんですけど。不思議だね。で、右側、あー持ってけなかった、うまく。もう一回ブルー、上上上、あーちょっと待って、スキル消えました。スキル消えたんですが、上に隠れてるだけですよね、多分ね。だからこれで、さっきのスキルどこ行ったんだろう、本当に。今度はこっち側か。ここの範囲で消せば上のスキルが落ちてくるはず。うん。で、このスキルをどうしよう、先右行きますか。あ、落ちてきた。
隠れてたものが。で、これを左側で当てまして、うん、で、またスキルできたんで当ててクリアですね。一手残し、切れ花なしでもクリアはできましたけれども、切れ花早く来店してほしいです。ムックルか。え、来店まだしてないっすよね。右上オープンで贈り物ゲット。ちょっと待って、うん、やっぱりまだハテナハテナハテナですもんね。来店してないですね。困ったな。ナッシーは来店してます。はい、最後オーダー200ですね。何回かやってるんですけども、難しいというよりもなんかよくわからないです。ロート経由での、ね、移動が止まらないんですよ、途中から。まず蜂蜜解除して、合体合体、キャラメルも消しながら合体、合体、蜂蜜消しますか。もうこんな感じで止まらなくなるんですよ、途中から。合体した。どうしよう。合体、よし、蜂蜜は終わり。いけそうかも。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、もう合体させるだけなのに。ちょっと落ち着いて落ち着いて。あ、でも真ん中の列で止まらない止まらない、ずっと動き続けます。ちょっとまあ左右で動いてるだけなんで、そこは放っておいて、これ合体するだけなんですけど。できた。なんかよくわからないままクリアしました。はい、これで現時点での全オーダークリアですね。マスターカフェモードオープンしました。あ、前回のマスターカフェモードは75まで終わってますが、76から追加されてますね。100までかな多分。はい、というわけで一旦この動画ここまでにしたいと思います。またマスターカフェモード一回自分の方でプレイした後に2週目あたりでまた動画にすると思いますので、よろしくお願いします。結局151から200までの中で綺麗花の来店はありませんでしたね。マスターカフェモード中に来店してくれるかなと思います。ではご覧いただきましてありがとうございました。